日本はとても親切な国ですよね。初めて日本に来た時はほぼ日本語はできなかったけど、街の看板とか注意書きが英語でも書いてくれたから行きやすかったんですよ。とても助かりました。本日は新ネタを披露するライブ、テーマはズバリ日本で見かける変な英語。例えばこちら、まあ、化粧室は後ろにあります。これはとても焦ってる日本語読めない外国人にとって、まあ、助かりますよね。こちらにあります。ただ英語の部分を見ますと Toward your behind になってます。 Your behind、 Your behind、 My behind。 日本語の部分分からなければこうなりますよ。トイレはあなたのお尻にある。ないよ、ないよ。だからその日本語の部分分からなければとても焦ります。だから本当はこう書かないと伝わらないんですよね。レストラン、レストランズ are located behind you。 behind you と your behind、 非常に近いけどその微妙なニュアンスだけでだいぶ意味が変わります。こういうのが多いんですよね。続いてはこちら、何がいけないのかな。よくよく英語の部分を見ましょう。何よ、何よ、内容が全